こんにちは。今日はですね、図形の移動形ということで、鍵盤とモーションパスについてお話ししていこうと思います。鍵盤とモーションパスを学ぶことができれば、まるであなたが普段テレビで見ているかのような画面の動きを作り出すことができます。さらに最後にモーションパスを使った素敵な文字の書き方をお伝えするので、お楽しみにしておいてください。それでは始めていきましょう。まずは鍵盤図エフェクトなんですけれども、鍵盤を使うことによって写真などの静止画にモーションをつけることができるようになります。人は動くものに対して目が釘付けになるので、写真など動かないものを動かすということは非常に重要になってきます。この画面を移動させる技術は編集ソフトがないとできないかと思うかもしれないんですけれども、キーノートさえ持っていれば誰でも簡単にこの画像エフェクトを使うことができますので、ぜひ学んでみてください。まずはこのように画像を貼り付けて、サイズを少し画面よりも大きめに設定して貼り付けておきます。そしてアニメーションのアクションのところでスケールという拡大するアニメーションを選択してください。こうすることによって画像を拡大することができるようになります。それでは見てみましょう。このようにですね、画面が少しずつでも動いていると視聴者は飽きずに画面を見続けることができるようになります。なので画面は少しでも動かしておくことを心がけておいてください。特にスライドビデオの時はこの画面を動かすということを意識しておいてください。それでは次にですね、スケールを消して移動というアクションを選択します。これはですね、先ほどは拡大しましたが横にスライドする効果を出すことができます。ちょっと早すぎる場合は時間を調節して確認してみてください。この速さで大丈夫だと思ったらこれで決定して撮影を開始してください。あなたが喋る予定の内容とこのスライドの流れる速さが合うかと思ったらこれで決定しておいてください。それでは続いてモーションパスについてお話ししていこうと思います。モーションパスはですね、今回ちょっと画像がいいのがないので、私が書いていこうと思います。なのでこれから少し早送りしていきますね。はい、何ができるか当ててみてください。なんだろうな、なんだろうな、ハエかな、ハエかな、ハチかな、ハチ、ハチでした。クマンバチということで、はい、ここからはモーションパスの説明に入っていこうと思います。モーションパスっていうのは、動きの道っていう意味なんですけれども、それはその通りで、まずあなたはペンで描写を選んだら、このようにですね、クマンバチが飛んでいく道筋を描いてあげてください。この上をクマンバチが通っていくことになります。このような感じでですね、ちょっとカクカクだと不自然なので、こんな感じで丸みを入れていきます。で、書き終わったらですね、上のフォーマットと書いてあるところから図形と線、と書いてあるところを選んで、図形からモーションパスを作成と書いてある部分を押します。するとですね、このように赤く線の上が光りますので、これを押してください。すると蜂が左と右の方向へ薄い影が映ったと思います。これでアニメーションは完成です。この状態でアニメーションを選択してプレビューを再生してみると、ちょっと早いですね。なんで、このような感じで継続時間を伸ばしていきます。だいたいこれぐらいの時間で見ていきましょう。するとこのようにあなたの描いた線の上を蜂が飛んでいくというアニメーションを作ることができます。もちろん先ほどの線を消してもこの動きはできますので、先ほどの線は消しておいてください。はい、これで一応モーションパスは完成なんですけれども、これで何ができるのかっていうと、うんちの周りにハエを飛ばすっていうこともできるかもしれないんですけれども、やっぱりですね、私たちはアニメーターなんでね、こう綺麗な、もっと綺麗なエフェクトを追加したいと思います。まずはこう画面にですね、綺麗な単語を書きましょうか。ドドスコスコスコ、ドドスコスコスコ、ドドスコスコスコ、ラブを書いたら、この上にですね、モーションパスで、なぞっていきます。クマンバチが飛ぶ道筋ですね。はい、このようになぞっていって、ちょっとずつこうやって丸みをつけていきます。はい、そしたら先ほど選択したようにフォーマットから図形と線を選んで、図形からモーションパスを作成していきます。すると先ほどの線の上を押して、この上をクマンバチが飛んでいくことになります。そしたらですね、アニメーションを選びます。アニメーションを選んで継続時間がちょっと早すぎると思いますので、このぐらいに、8秒ぐらいに設定しておいておきます。8だけに8秒なんつって、村上です。で、今度はラブを押してインですね、入りをワイプで入っていきたいと思います。このワイプの流れと蜂が飛ぶスピードを合わせるのがポイントです。で、その時にですね、ラブとこの蜂のグループを一緒にしますね。そしてビルドを同時に発動させます。ここでですね、遅れを少し出すことがポイントですね。で、これだと全然合ってないので少しずつ調整していきます。で、これでまた少しずつ見ていきます。これですとまた全然合ってないですね。はい、
おそらくですね、ここの動きがだんだんと速くなっているのがイーズイン&アウトって書いてるのになってるんですね。これだと最初が遅くて後から速くなってしまいますので、このエフェクトをなしにしておきます。するとまあこのような感じでだいぶ合ってきましたね。はい、おそらくこれはラブのワイプの速さが遅いと思いますので、このように設定していきます。あとは、見ていきます。はい、このような感じでですね、だいぶ良くなってきましたね。それでは最後にですね、ここでラブをピカピカピカという風にやって素敵な感じで見てみましょう。はい、このように、はい、ブンブンブン、ラブ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 という感じで入って、ピカ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 、おお、はい、最高ですね。はい、ではこれで以上です。